ロキン山は、新末民発の軍人。北洋系の軍人で、後に、北京政府、直令派に属した。字は、三木には。最初は、新し県陸軍特分学堂に入学する。1902年、日本に留学して、西条学校に入学した。1903年、陸軍士官学校第三期不評科で学ぶ。1904年に卒業し、 帰国して、第二鎮府隊、第六表協連館に就任した。1906年、中継総司令部政参謀官に移動する。同年10月には、陸軍少将区組となった。1913年3月、くぬ川守軍参謀長に就任する。7月には、陸軍第一軍参謀長に移動し、陸軍中将区組を授与された。1914年2月、 湖北都督府参議に移動する。6月、湖北陸軍不評第五団々町となった。1915年、湖北陸軍第三度々町に昇進した。遠征外守後は、直令派に属し、1921年8月、第18市市町に昇進した。民国12年3月、大陸北京州人樹市に就任する。10月には、遠川軍第一素治副司令となった。 民国13年9月、陸軍上昇区組を授かる。1925年1月、長江場有警備副司令となった。同年5月には、長江場有警備司令に昇進し、さらに10月には、内属、貫根軍学軍、第二祖地層司令を兼任した。1926年2月、北京政府中央から広北ただ弁に任命されたが、すでに、 後配布から湖北ただし弁に任命されていた、陳義美母に拒否される。同年末、露金山は、法官省率いる、国民革命軍第9軍と王天土河を率いる、同大十軍の攻撃を受けて敗北した。1927年、ごが下野すると、ロもやはり下野した。以後、露金山は、天津に隠居した。日本軍が天津を占領後、ロは、 新日政府参加を打診されたが、これを拒否している。1941年6月29日、天津で病没、去年64、ありがとうございます。